ゲームウォッチにおけるボールはかつてニンテンドが製造販売していた携帯型液晶ゲーム機ゲームウォッチシリーズの第一作。発売日は1980年4月28日。型番は AC-01。メーカー希望小売価格は5800円。ゲームウォッチボールキャラクターの腕を左右にコントロールし空中を飛び交うボールを お手玉のように受けて投げ返すことを繰り返すゲーム。一回でもボールを地面に落とすと、ゲームオーバーになる。ゲーム A とゲーム B の二つのモードがある。ゲーム A ではボールが二つ、ボールを受けるごとに1点加算、最高得点は999点。ゲーム B では3つのボールが使用され、ボールを受けるごとに10点加算、最高得点は9990点。 おおむねゲーム A では10点ごと、ゲーム B では100点ごとに、ボールの移動速度が上がるが、ゲーム A では100点ごと、ゲーム B では1000点ごとに移動速度が数段階落ちる。ゲーム A で280点、ゲーム B で2800点に達すると、ボールの軌跡に残像が表示されるようになる。液晶の応答速度の関係や、ボールがより早く移動しているように見せる等のために恋に、 残像が現れるようにプログラムされているものと思われる。クラブ・任天堂の2009年度プラチナ会員の特典として復刻版が作成され、2010年4月下旬に発送された。オリジナルから約30年を経ていることから、入手困難な部品が多いため、内部の電子回路などが当時のものとは異なるが、開発者の記憶などを頼りに再現している。 なお、現代の使用状況を考慮して、消音機能を追加している。オリジナル版との違いは以下の通り、ありがとうございます。